皆さんこんにちは。今回も猫ちゃんなんですけど、お花畑に猫ちゃんがいるみたいな感じで書いていこうと思います。そういえばこの間美術展に行ってきたんですけど、すごく良かったです。ちょっとね、遠く、うちからちょっと遠めの美術館だったんで、ものすごい疲れちゃったんですけど、でもね、行って良かったなと思いますね。やっぱ実物っていうか、写真で見るのと実際に見る絵って違うじゃないですか。だからやっぱり本物を見るっていうのは大事だなって思いました。で、私が見た展覧会、ものすごい可愛い絵だったんですよ。いっぱい可愛い絵があって、本当にね、なんていうかな、ワクワクしますよね、可愛いの見ると。やっぱ楽しいですね、色塗り。あ、かわいいですね。なんか暑い、ほんと暑い。なんかちょっと秋めいてきたなと思いつつ、めっちゃ暑い。なんだろう、湿気が強いのかな。なんか全然暑くないですか、まだまだ。一旦消しゴムで消してみます。今消しゴムで消したんですけど、相当輪郭なくなりますよね。でも私この感じがすごく好きなんですよね。それでちょっと薄すぎるなっていうところだけあと足していこうと思います。はい、こんな感じで出来上がりました。可愛くないですか。可愛いですよね。なんかふんわかしてて、ちょっと春っぽくなっちゃいましたね。もう秋と冬を吹っ飛ばして春になっちゃったって感じの仕上がりですけど、まあ、今日はお花畑が描きたかったのでこんな感じになりました。今回もご視聴いただきありがとうございました。